はい、チェックチェックワンツー、はい、はい、3回目、第3回目スタートしました、橋田剛です。よろしくお願いします。今日もね、チャット欄、3万人かな、やっと増えてきましたね。なんだのチャットにお答えして、スーパーチャット質問にお答えして、まあちょっとね、皆さんで番組作っていければなと思います。それではスタートしましょう。あ、その前に僕もね、素だとちょっとね、あんまりこうピーチクパーチク喋れないんで、今日はあの翼を授けるってことで、皆さん知ってますよね、レッドブル、はい、これのショートの方でね、飲んで、ちょっとテンション上げて喋っていければなと思います。それでは乾杯。皆さんも、ね、もしよければね、こんな日曜の夜中ですけど、缶ビールとか発泡酒とかあれば、ワインでも何でもいいですよ。はい、乾杯しましょう。乾杯、いただきます。うまい。こっち側ではもうパソコンとテレビも見てます。今ね、あいみょんと小沢健二ですね、がなんかラブミュージックっていう、久しぶりにテレビつけてるんですけど、うん、すごいいいですね。あいみょんが歌っててみたいな、でなんかすごいリスペクトするアーティストで、小沢健二みたいな、小沢健二さん分かりますよね、あの今夜ブギバックとか、まあライフっていうアルバムがあったりとか、うん、ラブリーラブリーとか歌あるじゃないですか、あれのね、僕もすごい好きです。うん、でね、うん、なんかなんだろうな、うん、余談ですけどね、まあなんか、まああいみょんさんが、まあ、ね、お互い褒めちぎり合ってるんですよ。もうあいみょんさんがもう小沢健二さん好きでみたいな感じで、まあなんかやっぱりこう、まあすごい好んで僕も聞いてるわけじゃないですけど、あいみょんさんとか、うん、でもなんか やることをやったやつだけがやっぱりこうテレビ出てきてるなっていう、努力のなんかあれをすごい、30分の番組ですけど、なんかそういうのを感じましたね。うん、もう大体聞く曲やっぱなんか、もういろんなお店で聞いたりとか、もう大体知ってる曲なんですけど、やっぱ聞くといいですよね。うん、すごいいいですよ。だ本当なんか、あの、いやなんかそんなの聞いてんの出せよとか、まあなんかいろいろ言われたりとか言ったりとか、まあした時もあったし、言われたりする人とか言ってる人とかもいるじゃないですか。自分が好きなアーティスト、なんでそんな誰々で聞いてんじゃねえよとか言ってるけど、まあでも、じゃあお前がやってみろよみたいになっちゃうんだよ、本当に。この世の中は、もうなんだかんだそうじゃん、結局は。じゃあその、まあじゃああいみょんでいいですよ。あいみょんなんか聞いてんのかよ。でもあいみょんと、その文句言ったその A さん、ね、がレコード会社で、その A さんが歌うまいとするよ、カラオケで。じゃあ最低でもどっち取るかさ、あいみょんだよ、あいみょんそいつじゃないじゃん、やっぱり。うん、だし、うん、その全然あれが違うしね。うん、だからあんま言うことじゃないんで、そういうことは。うん、っていうことで、はい、まあじゃあ最初の質問いきましょうか。はい、なんだ、マー君さんですね。はい、僕の友達知り合いなんですけど、はいつも毎週バーベキューやったり、まあ、ボーリングやったりとか、あとまあなんかサーフィンとか、まあ、娯楽、まあ、そういうものを毎回インスタに上げたりなどしてすごい楽しんでおります。まあ、一度きりの人生だと思いますが、そういうふうに生きた方がいいのか、うん、で私はまあ今投資の勉強とか為替とか株とかいろいろやってますと、お金の勉強などをしています。まあ、あとピアノのレッスンなどもしております。まあそれで、まあ、YouTube の発信などしていけたり、自分の得意な分野をしていけたり発信できたらなと思います。まあ副業としてでもそうですし、本業にこれから専業になれればなと思って、毎日寝ないで勉強しています。うん、まあでもそれが目が逆らいでね、まあなんかマイナスになっちゃったりすることもあったりするの投資なのでってことですね、多分。なのでまあ一度きりの人生なのであれば、まあバーベキューなどそういう友達との時間を優先したりとか、知り合いとの毎週毎週の土日を遊んだ方がいいんですかっていうふうに書いてありますね。うん、いやでも本当、まあバーベキューだけじゃないですけどあ、すいませんね、バーベキューでも何でもいいんですけど、みんなで集まって飲み会とか、うん、一切お金にならないんですよ、それは。うん、やっぱそのさっきのあいみょんさんもそうなんですけど、特別なスキル以外はお金になるはずないじゃないですか。うん、だから中途半端になんかバーベキューができるとか、うん、なんか、まあ、サーフィンができる、まあ、ボーリングができる、うん、まあ、お酒が強いとか、うん、まあ、なんかお花見して集まったりとか、まあ、でもそんなことやってるとすぐ、まあ、あっという間にもう10月で、今来年になっちゃうよね、あと2ヶ月でとか言ったりしますけど、
そりゃそうだよ。毎週バーベキューやってたり、そうやってやってたらね、あっという間ですよ。うん。でも、その、マー君さんは、まあ、その今、投資の勉強とかしてたりとか、まあ、お金のね、あれなんで、まあ、マイナスにはなったりしますけども、って言ってるけど、まあ、必ずそれを継続してれば、まあ、プラスになると思います。僕の周りの、まあ、そういう株だったり、方も、最初溶かしちゃうんですよ。やっぱり溶かしたお金を減らしちゃったりね、資産を、大事な資産を減らしちゃったりするんですけど、やっぱり勉強していくうちに必ず、その、今の目先の、利益よりも、結局10年後、20年後、30年後っていう、長い長期スパンで、プラスにしていく。まあ、銀行に預けててもね、例えば 0.01% とかなんかそんな感じじゃないですか。うん、100万円入れてたって全然100円とか1円とかしかなんないけど、それが月10万円、まあ 100万円の、まあ、余剰資金があったとして、それが1万円になったとしたって、うん、月ね、もちろんリスクはありながらだとしたって、減ったり増えたりでしたって、年間収支として10万円になりました。100万円が110万円になりましたって。で、誰もお金は10万円くれないし、どこに預けても10万円にはならないじゃないですか。うん。ってことで、うん。だからパチンコでも何でもいいけど、プロっていう方がいらっしゃって、まあ、それに対して毎日並んで、その、分析して、ね、その機械割りとか分析して、まあ、設定があったり、パチンコの釘があったり、それを勉強して、毎日並んで、そのお店がどうとか、ね、角にそういういい台が入るとか、またパチンコの話ですよ、まあ、そういうのをやるから食べれていけるわけで、毎日やみくもにこの台でいいや暇だからって、そのバーベキュー行く感覚でやってたりとかして、勝てるはずねえな。だ、それはお店を運営してる、努力して成り上がった、わからないですよ、とりあえずその会社を立ち上げて起業してパチンコ屋さんをやったオーナーさんが儲かる仕組みになってるんですよね。まあ、そうなんですよ。だから、その経営スキルだったり、そのパチンコ業界のノウハウとか全てを勉強して、そこにスタートアップとして入って、ここだと思って、チャンスだと思って、その資金をレバレッジかけて張って、そこにフルスイングしてやってる人たちがやっぱ儲かるんですよね。まあ、それが特別なスキルなんですよ。うん。だ、プロ野球選手でも、まあ、人が遊んでる間にバット振ったりとか、まあ、これ前も言いましたけど、うん、とか、サッカー選手でも、まあ、そうじゃないですか。もう何でもそうですよ、それは。何でもそうだよね。うん。だから、そのバーベキューだったら、バーベキューとかキャンプ芸人のヒロシさんとかいるじゃないですか。YouTube で発信してて。うん。だ、そういうので何十万人って登録者が数がいて、何十万人だと多分月何百万って入ってくると思うんですよ。で、それに付随してテレビのお仕事があったり、他にゲストで呼ばれたり、まあ、雑誌のお仕事とか、まあ、いろんな媒体の仕事が入ってくるわけじゃないですか。うん。だから、そのインスタに多分自分の趣味で自分の名前でただ、うん、その毎週その人たちがアップしてても、それはその類は友を呼ぶじゃないですけど、その周りの友達が見ていいねをつけて20か30ついてるか知りませんよ、よりも他人の1つく方がいいのよ、価値があるっていうか、うん、だから、まあ、もちろん優越感とかね、楽しい、女の子にモテるとか、女の子と、まあ、遊べるとか、まあ、いろんな次につながっていくかもしれないけど、それをマネタイズしないのであれば、まあ、お金の意味で言ったらね、うん、まあ、全く別に何も危険を取れないし、その、大したことではないと思います。うん、で、結局、40歳とか50歳とか60歳になって、バーベキューもできなくて、ただのじじいになるわけですよ。うん。だ、同じスキルしか持ってないから、同じ職場に入って、同じスキル同士で、給料がその一定の定額であるわけじゃないですか。その A さんは20万だけど、1人が80万もらえるわけじゃないんですよ。うん。特別なスキルがあれば別ですよ。うん。でも同じ現場にいて、まあ、例えばコンビニのレジの作業で80万と30万は絶対ありえないよね。まあ、美容師さんでもそうだし、10人ずつ毎日髪切って、同じ店でね、同じスタイリストみたいなのがあっても、無理だよな、一人が200万稼いで一人が30万とか、20万とか。うん。でも寝ずに頑張ってお金を貯めて、それもスキルじゃないですか。うん。で、まあ、美容室をやるためとか、洋服屋さんをやるため、そこに突っ張できる、突っ込める人が、まあ、そのね、スキルがある人が、洋服の勉強して、ね、いつも、とか、バーベキューの勉強して、うん、釣りの勉強して、うん。これ何でもいいんですよ、ダンスの勉強でも何でもいいです。やったから、多分その、まあ、例えば、その株ですよね、とかだったら相場の分析とか、うん、ファンダメンタルズとか、毎日こうやって見てね、チャートの分析とかやったから、その先があるんで、いきなり明日やって
10万円が11万円になんねえって、うん、なんないよ。だからこのマー君さんは、まあ、そのまま突っ走ってそれに対して何もバイアス変な悪影響というか、うん、俺もバーベキュー行こうかなってなるようなものは断ち切ってね、もう吹っ飛ばしていった方がその目標に対しても近づくしいいんじゃないかなと思います。だからフルシカトでいいですよね、うん、だからあんまり気にしなくていいんじゃないですか、うん、大して楽しくないっすよ別に多分、うん、その場だけの快楽で、その人たちはその人たちでバーベキューのところでマジ会社だりいいよとか、仕事辞めて俺起業しようかと思ってんだけどさ、自分でなんか店やってと、やんねやんねえよやんねえよ、やってるやつはそんなバーベキューやってねえからそんな遊んでねって海行ったりしてねえよ、うん、真っ白けっけでね腹、それで家で本読んで勉強して頑張って要点ちゃんと押さえてパチッて行くやつがいいんだってことで、はい、次行きましょう。うん、そんな感じだと思いますよ。うん、今好きな人がいます、思いを伝えたいのですが、まあなかなか緊張していません、どうしたらいいですかってのは、なんかね、いいね、青春な質問、若い子なのかな。うん、いやでも本当思いはね、結局好きな人ってことは周りにもその A 子ちゃんっていうのを好きな人がいるわけじゃないですか。だから B さん C さん、男のね、男の B さん C さんに先越されちゃうわけ。自分が好きだなと思ったことは可愛いんだから、みんなも可愛いと思ってたりするわけじゃないですか。ってことはライバルがいるわけじゃないですか。だったら先行かないと好きってアピールしなきゃ、うん、1回ダメでも2回行ってみないとダメだし、どうせ3回ダメでキモいと思われるぐらいだったら4回行ってグッグッパイの方がいいし、うん、でもね2回1回しか言わない、なんかちょっと薄っぺらい好きとか言ってるやつよりは勝てんじゃないの。うん、どうせダメならね、ダメなら行った方がいいっていうし、で行けるかもしれないし、うん、で待ってたら先越されるしって思うし、うん、だから数打ち当たるって言ったらおかしいけど、まあいいよね、すごい、そういう好きな人に対してはどん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 アピールしていいと思いますよ。ダサいことじゃないよね、うん、って思いますよね。まあ青春だよね、そういう話は。まあ、皆さんもどうですかね、今恋してますかね、うん、どうですか、うん、あとは何ですかね、うん、いろいろありますよね、話題って言ったらあれですけど、いや怖い話ができるようになりたいよね、うん、僕好きで YouTube とかって見てるんですけど、でも声質とかさ、顔面面構えとかも含め、あの怖い話ってあるじゃないですか。だから多分同じ台本があっても僕が喋ってこうやって喋るのと、その B さん得意な人が喋るのって多分違うんだよな、うん、同じ台本でもね、読み方とそのフローが違うっていうかね、あれで揉めちゃうのかなとか思っちゃいますよね。それだけで揉めちゃうっておかしいな、全然違うね、うん、全然違うのかなと思います。うん、1年あっという間ですね本当に。どうですか皆さん、今年は1年、うん、どういう感じの1年でした。でも本当あっという間っちゃあっという間ですよね、うん、僕も勉強っつったらあれ、特に勉強なんかしてたわけじゃないですけど、うん、まあでも一つのことをねずっと、まあ、株だったりそういう投資のことに対してすごい勉強してたりしてたんで、まあ本当毎日毎日のことなんであれって、うん、で時間決まってたりするんで、まあ学校を自分でタイムテーブル作ってこう毎日過ごしてたので、あっという間ですよね。まあ、だから明日から月曜日金曜日全く同じことをやる。で土日はまあ相場動いてないので、うん、それに対して反省だったり、まあ、自分の分析をする。でまた月から金って、まあ、それをずっと月だって4回繰り返して、それを12回繰り返すみたいな感じですかね、うん、だからあっという間ですよね。まあでも今は目にならなくても必ずなるんです、なるなと思ってやってます、うんですね、うん。Amazon プライム、Netflix はどっちがいいですか？僕両方やってますね。うん、まあ Amazon はね、あのちょっとすみませんね。Amazon はあの送料無料になるじゃないですか、プライム会員で。まあそれもあって月500円なんでやってますね。うん、大体頼むんで。外出ないで頼んじゃうから。あとまあネットフリックスはまあ普通にやってます、見てますね。うん、
まあ、あの、なんだっけ、裸監督じゃねえ、全裸監督とかさ、前のも含め。やっぱ、それ限定でしかないものもありますし、ネットフリックス限定ドラマがあるんで、まあ、なんで面白いかというと、ネットフリックスって、やっぱり、すごい新しいスタートアップっていうか、それで、行ったらいいのかな、なんつうんだろう。あの、スタートしてる、発信してるとこなんで、例えば映画一つ、ネットフリックスの映画にして、なんで面白いかっていうと、まあ、普通の映画監督って、例えばスピルバーグとか、クリント・イーストウッドとか、いろいろいるじゃないですか。でも、ネットフリックスの人は、インディーズとかでもめちゃくちゃ面白い人とかって、音楽でもいい人たちっているじゃないですか。その、でも上が詰まってて、まあ、なかなか、まあ、お金がないとね、映画って作れないもんなんですよ。でもそういう才能がある、絶対面白いっていう、もう熱心にやってる、若手で活躍しそうなこれからっていうやつを、人をもう先にピックアップして、やらす。で、それが脚本だったり、まあ、プロデュースもそうだし、監督もそうだし、まあ、ディレクターとかも全部そういう人たちを突っ込んでやるから、すごいミックスっていうか、もう化学反応が起きて、ケミストリーが起きて、すごい面白いものになるんですよね。だから本当面白いですよね。なんかその普通の映画とは違う角度の、まあ、サスペンスだったり、まあ、よりリアルだったりねしたりする部分が多分すごい面白いのかなってハマる部分だったりするんですよね。ブラックミラーっていうのが僕好きで、ネットフリックスオリジナルかな、まあ、毎回1話完結なんですけど、まあ、日本でいう世にも奇妙な物語みたいな、1話完結で不思議な話みたいな話なんですけど、まあなんとも、まあね、ネタバレになって話したあれなんですけど、それのアメリカ版っていうか、なんかもっとスケールでかい版なんで、ですごい主役が毎回もう誰もが知ってる、まあ、例えばマイリー・サイラスとかハンナ・モンタナねとか、まあ、いろんな、ね、女優さん俳優さんが出てるんですけど、いやなんかね、本当に60分のドラマだとして、その結果結末がわからないまんまヒヤヒヤソワソワドキドキしながら終わるんですよ、毎回。であっという間にもう一日で見終わっちゃいますよね。もう本当あの全見ですよ、一気見、しちゃいますよね。だからそういったものがすごい多いですね。で Amazon プライムはあのまっちゃんのやつあるじゃないですか、笑っちゃいけないじゃないですけど、あれ部屋でね芸人さんと一緒にやり合うやつなんですけど、あれもうなんつうんだろう、アマゾンでしかないじゃないですか。あとアマゾン強いのは、ゲップしてすいません、イギリスの BBC のドラマが結構特化してるんですよ。で大体刑事もんなんですけど、刑事の汚職警官のやつをバラしてく係、汚職警官を捜査する警察の中にある内部のチームが、その汚職してる警官、警察をどんどん調べていって追及していくとか、なんつうの、そういうのに特化してやってたりとか、あとは例えば性犯罪だけに特化したその警察の刑事のその物語、サスペンスドラマみたいなのとか、なんかすごい、いやだから向こうってドラマ面白いですよね、やっぱり。なんか迫力あるし、まあに日本ドラマだとなかなかですけど、まあ、やっぱり拳銃銃とかああいうのもまあスタンダードに出てきたりするんで、まあより一層迫力もあるのかなっていう気がしますけど、まあなんかああいうのはバイオレンスだったりね、暴力とかああいうのが結構まあ刺激的に面白かったりするんでね、まあどうしても面白いのかなとは思ったりします、それは。はい、次、キングコング西野さんについて聞かせてください。でもすごい僕好きですね。まあ今ラジオでね、こういう感じで一人で喋ってるやつ、毎日ではないんですけど、やってるんですけど、たまに聞きますけど、すごいなんかこう、みんなと逆を行く話をわざとしてんのかなと思うぐらい、なんかこう、違う観点から話してるなっていう感じはしますよね。まあだからディズニー抜くって言ってね、あのプペル、煙突屋のプペルとか、今絵本のねあれをやってますけど、まあ、映画化して今度やりますけど、面白そうですね。ぜひ僕も機会があれば、出たいと思います。って
感じですよね。あとはなんですかね。なんか、で本当あれですよね。なんか、まあ、お金についてですけど、お金についてみんなどう思いますかね。まあなんかお金持ちが全て、お金が全てじゃないけど、まああった方がいいですよね。まあでもなくてもいいっていう人全然いるじゃないですか。別に生活できていければいい、不自由なくみたいな。じゃあ高級車、こうでっかい家、タワーマンションとか、まあダイヤ、宝石、時計、バッグとか、まあ美味しいものを別に食べなくてもいいっていう人全然いますからね。でもなんかそういう人の方が良くなくて、なんか普通にでっかい家住んでたり、なんか普通に美味しいもの食べてたりしますよね。そういう人の方が。まあなんか多分娯楽にお金使わないからなんでしょうね。無駄遣いみたいなとこはしないから、まあなんかちゃんとした日にはちゃんとした食べ物頼んで、食べてホテルでね、みんなで食事したりとかしてますけど、まあ普段からラーメン食ったりとか、なんか適当に焼肉食ったりとか、なんか、わー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 、まあ、そこら辺で洋服買っちゃったりとか、欲しいもん買ってとかやったりする人は、まあ、いざという時お金ないのかなってきますよね。だから結婚式の費用がないとか、それと一緒ですよね。普段遊んでたりとかしてた結果、まあ、大体言うんですけど、結婚式の費用がないみたいな、なんだそれみたいな。でもなんか真面目にやってきてた人たちはね、結婚式の費用が、まあ、400万かかります、500万かかるとか、700万とかかかる。で、平気で700万ぐらいのクラスとか1000万ぐらいのクラスでね、結婚式やったりしますからね。で、なんか、やっぱ、そんなもんなんですよね。なんか、資質っつったらあれですけど、なんか、そういう感じですかね。さっきもね、さっきちょっと外出たんですけど、ジュース買いに。やっぱチャリンコで歌いながら夜中すげえ全力で走ってるやついるんだよな、あれ。なあ、あれ。すごいんだよ。僕らは愛の花咲か、みたいな。いや、今更キンキキッズのフラワーみたいなね。ね。歌ってたのよ。すいません。いや、その歌好きだったんで、僕も。昔ジャニーズじゃないですか、キンキキッズって。そのフラワーがでラジオで流れていいなと思って、ツタヤで予約して買いましたからね、僕。何したの。でもいっぱい聞きました。すり減るほど聞いたんで、まあ良かったんですけど、なんかすげえいいなって思ったんですよね、あの歌。なんかレゲエ調っつったらあれなんですけど、なんかサマーな感じと前向きな歌詞がいいですよね。叶わない夢はないんだとかね、感じがない。いや、ほんとそう思うって思った。だ、音楽とかもあれですよね。歌ってる人が違えど皆さん同じこと歌うじゃないですか。まあ恋愛だったら振られた歌だったら、まあ、ゆずも歌うし、あいみょん、さっきのあいみょんも歌うし、宇多田ヒカルも歌うし、サザンオールスターズも歌うしね、え別に欅坂も歌うし、例えば、まあ、そのラッパーだったら誰々とかも歌うわけじゃないですか。フレバーとかも歌うわけじゃないですか。そので、前向きな夢を叶えようって言ったら、ゆずも歌うし、ジュークも歌うし、じゃあリップスライムも歌うし、ケツメイシも歌いますよね。でもみんなそれぞれ違ってあれなんですけど、だから多分みんな、さっきの更衣室の話じゃないですけど、まあ、顔だったり洋服だったり容姿だったり、そういうのを受けてキャラ立ちとかがあって、全てその曲調が自分に合った波長っていうか、なんかそういうので、まあ、選んで聴いてるから、だから本当それぞれですよね。だからザードって僕はあんまり聴かないですけど、知ってますよ、ほとんど曲知ってますけど、まあ、好きな人って好きじゃないですか。だから、なんか そんな感じっすよね。ユーミンとか。で、なんか、なんか伝説的になる瞬間っていうのはあるんでしょうね。そのグッとくる言葉じゃないですけど、いろいろ。優しさに包まれたんだなとか。
ルージュの伝言とか、まあジブリといろんなああいうコラボ、魔女の宅急便とかも含めて、ああいうのも含めなんかでもうすごいなんかこう根付くっていうかバズる瞬間があったりするんでしょうね。うん、賃貸、あ、マンション賃貸と買うの、うん、まあでも合計的にはあんま変わんないから、まあ引っ越したいとかこうフッカルでフットワーク軽めで行きたいなっていう人は賃貸の方がいいんじゃないですかね。別に買ったからって損するわけではないとは思うんですけど、田舎で大きい家に住みたいとかね、そうだったらそれしかないじゃないですか。都内に住む必要ないし、うん、まあでもまああんまり新築でマンション買ったとしますよね。例えば5000万のマンション買ったら次の日に売っても2500万じゃないですか。まあ言い過ぎかもしれないですけど、だ5000万のじゃあ千葉でマンションを買いました、うん、じゃあ人に貸しますとかなった時に 3LDK だとした時、家族のサイズ、ファミリーサイズで50万の家賃で貸せないと思うんですよね。50万だと結構都内ででかいの賃貸で借りれるわけじゃないですか。まあ10%っていうか5000万の 1%、 あの 10% 10%か、 10% で貸せないですよね、うん、1% か、うん、だけど中古マンションを千葉で、同じマンションをじゃあ1800万で買ったとするじゃないですか。で12、3万で稼げると思うんですよね。 3LDK で、中リフォームしたようなやつで、外観はまあ古く形も、中はピカピカですよ。うん。だから1800万で買った 3LDK を18万で貸すか。あ、15万、13万円ぐらいで貸すか。うん。まあ5000万で買ったマンションを、30万、40万で貸せないと思うんですよね。うん。だから、まあ、不動産投資にしろあれなんで、だから、あんま新築マンションっていうのを買うだけ朽ち果てていくのかな。だから自己満ですよね。うん、そう、車もそうだけど、買った次の日には中古じゃないですか。だったら賃貸で新築を練り歩いた方がいいと思うんですよね。うん。すいません。うん。そうすれば、じゃあそのさっき言ったように5000万買ったら5000万のマンションを50万じゃないと思うんですよ。よりも17、8万円ぐらいでとか、そんなしないと思うんですよね。千葉とかだったら15万、買ったら5000万のマンションを15万で借りるね。で2年ぐらい住むんじゃないですか。じゃあ契約でまた新築のマンションに引っ越せばいいんですよ。そしたら常に新築のマンションに15万ぐらいで住めるんですよ。まあもちろん最終的に自分のものにならないかもしれないですけど、まあその優越感を味わいたいとかそういうものであれば、5000万のマンションを買うよりもいいと思うんですよね。5000万だと結構支払い、それこそ15、6万だと思いますよ。うん。なんで、で35年ローンですよ、もちろん無限の、うん、まあ30歳で組んでも65歳な、まあ、70歳ぐらいなっちゃう、うん、だったら賃貸でっていうところかなって感じはしますけどね。うん、どっちかって言ったら僕は、まあ、賃貸でいいかなって思います。賃貸のそういうような感じ、やり方何でもありますよね。うん、あ、ブルーハーツ。ブルーハーツ僕好きですよ。うん。カラオケ行ったら全員ブルーハーツみたいな。流行っちゃってっから、世代っちゃ世代だけど、もっと上なんだよね、世代で言うと。うん。だけど、カラオケ行ったら5人でじゃあカラオケ、中学校の時行きましたら、高校の時みんなで行くじゃん。全員ブルーハーツ。で、ユニコーンが入れば全員ユニコーンみたいな。もう大迷惑、素晴らしい日々、おかしな2人みたいな。メイビーブルーみたいな。ほんとね、ブルーハーツはでもすごいよね。だからあんだけ名曲があるって、うん、よっぽど億万長者じゃないでしょうか。
なビーズとかサザンオールスターズもそうですけど、カラオケ印税っていうのがね、すごいんじゃないですかね。まあ、僕も昔ラップっていうかそういうのやってたんですけど、それでもカラオケに入ってるんですよ、やっぱり。入ってて、それの印税とか入ってくるんですけど、600円とか入ってくるんですよ、僕でも。ね、半年に1回かな、3ヶ月に1回か半年に封筒が届くんですよ、ちゃんと。なんとかミュージックジャパンとかさ、書くんですけど。僕で600円ってことは、ブルーハーツはどう、じゃあいくらとか。6000万。うん。硬いんじゃん、そんぐらい。いや、だから、メンバー一人一人でね、入ってくんじゃないっていうイメージですよね。いや、だから、うん。それ特別なスキルは、とにかく、うん。いいものを生むとは思います。うん。ってことで、レッドブルも飲み終わったってことで、こんな感じで、あれですね、本日も30分経ったんで、僕みたいなね、あれは1時間持たないんでね、あれなんですけど、あれなんですけどね。ちょっと今ね、髪を黒からちょっと茶色にね、染めてもらって、あれなんですけど、こう、やっぱ黄色いっすよね。まあ最初はもっといい感じなんですけど、どうしてもこうなってきちゃうんですよ、カラー入れると。うん。で、この次は紫にしようかなと思ってます。だ次の放送の時はこっち側紫でこっち側が緑とかね、そういう感じでやれればなと思います。うん。ジョーカーみたいな感じでね。うん。映画を見るときは、レイトショーで。うん。いいっすよね。雰囲気もあって。うん。ポップコーンと、唐揚げじゃねえ。チキン食べて。あの、アイス、ハーゲンダッツ食べながら見ましょう。ってことで、僕も、ここら辺で、テレビ消して、テレビ見ます。ってことで、今日もありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。あと、街で見かけたら、おい、橋だって言ってください。後ろ、おい、橋だ後ろって言ってください。うん。僕も、会いたい人がいます。伝わりましたか？うん。よくわかんないよね。あとね、昔の仲間とか、いろいろ、いなくなっちゃったやつとか、いなくなっちゃった人とか、いろいろこう、まあ、みんなそれぞれいると思うんですけど、まあ、たまには思い出して、うん。物思いに、その人のことを考えてみたらいかがでしょうか？はい。ということで、明るく終わりましょう。また、いつか、適当にランダムに始めます。チャットのくれた皆さん、10万人の皆さん、ありがとうございました。じゃあね、おやすみ。バイバイ、ピース、トゥース。失礼します。